ルシャン・タディッチは、ユーゴスラビア出身のサッカー選手。アヤックス・アムステルダム所属。セルビア代表。ポジションはフォワード。2002年から、セルビアの FK ボイボディナ・ノビサドのユースチームに所属し、2006年にトップチームに昇格。その後2010年に、オランダの FC フロー人間へ、2012年に同じく、オランダの FC トゥーエンテイ跡。 2014年には、イングランドのサウサンプトン FC へ移籍した。2014年10月18日のサンダーランド戦では、リーグ戦初ゴールを決めただけでなく、プレミアリーグの1試合での最多アシスト数対の4、アシストを記録した。2016年5月のマンチェスターシティ戦でも3、アシストの活躍を見せた。2018年6月27日、 アヤックス・アムステルダムと4年契約を締結することが発表された。2018から19シーズンのチャンピオンズリーグベスト16、レアルマドリード戦では3ゴールに絡む活躍をした。またシーズン中34ゴール19アシストを決め、リーグの得点王とアシスト王に輝いただけでなく、アヤックスのリーグ優勝、KVBN カップ制覇、チャンピオンズリーグベスト4、 イリトチームの躍進を支えた。2020から21シーズンのリーグ戦では14ゴール17アシストを決めてリーグ優勝。KNVB カップでは5試合で3ゴールを挙げ2冠獲得に貢献した。セルビア代表として2008年に北京オリンピックに出場。代表初得点は2012年9月11日のワールドカップ予選ウェールズ戦。 2013年2月6日のキープロス戦では2得点を挙げた2016年3月、親善試合に臨むセルビア代表のメンバーに選ばれなかったことに対して、もうラドバン・クルチッチ監督の下では、プレーしないと語ったことが問題視され、セルビア代表を追放された。その後代表に、復帰、2018FIFA ワールドカップ予選では4ゴールを決め、ワールドカップ出場に貢献。 本大会でもグループリーグ3試合に出場した。ありがとうございます。